はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルへ、ピヨチキのピヨタです。さあ今回もレミリアのパズルで弾幕2やっていきたいと思います。前回はですね、まあなんて言いますかね、ボス戦かっこボスは倒さないみたいな、そんな感じでしたよね。いやー、あれはきつかったですね。意外と難しいやつです。いやー、とりあえずちょっと今回が心配ですよね。2-1 です。うわー、ちょっと恐怖がすごいですけど、もう背景がね完全に荒廃したどっかですよ。どこだろうねっていう。まあとりあえず行ってみましょう。見てみないことにはわからない。嘘だろ、3回で全て倒せ。え、どうしろってこと。まずはここでしょ、ポンポン、これで1回。あそこの妖精をどう倒す、そもそも。こう？いけ、わお綺麗に吸収されたですよね。まあ普通はそうなりますよ。いや知らんがなって話だろうと思いますけれども、普通は1回。ここって通れる？あ、通った。いやでもむずくない？これどう狙えばいいんだ。こうだ。いったー、まさかあの間いけるとは。結構まあ予想以上にスッといきましたね。てか急に BGM やなくなるのやめてくんない？すんごい静か。おい、最初の BGM はどこに？ちょっと一回入って入り直そう。ホーム。ああ、なったなった。よかったよかった。もうなんかね、BGM がないとすんごいなんか、なんですかね、なんもない空間で僕が独り言喋ってる状態になりますから。ああ、よかったよかった。でもまあ、ああいう細かい隙間も通そうと思えば通せるんですね。いやー、魔法陣の当たり判定っていうのはいまいちつかめないのが難点ですよね。あれ見た目以上に広いんですよ。端っこをさっと通るくらいなら大丈夫かなって思ったら、弾幕の端っこ、本当に端の端が触れた状態でも結構な頻度でシューンといっちゃうんで、完全に触れないルートを狙わないといけないんで、多分さっきのはなかなかですよ。なかなか同じのをやれって言われてもできないような状況だと思います。まあ次回どうなるか不安で不安でしょうがないですけども、まあなんとかなるでしょう。怖い。とりあえずね、まあ今回は終わりといたしましょう。まあ今回もいつも通りね、動画の説明欄の方に、こちらのアプリの、リンクとですね、こちらの制作者さんのアプリじゃないです。こちらの制作者さんの、Google Play のね、リンク、まあ12000ソフトさんのリンク、それと、僕がね、実況していた前作、レミリアのパズルで弾幕1の方の、再生リストを貼っておきます。よければね、ご視聴よろしくお願いいたします。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。